臨床研究を理解するためにまずはペコピコを極めてみましょう。ペコピコを把握するとまず臨床研究の文法が分かり素早く論文を読むことができるようになります。その次、正しく研究をデザインすることができるようになります。その次、人の研究の発表を聞いていても整理がしやすくなるので、他人の研究の評価がしやすくなります。次、統計解析の手法などを考えるときにも何と何を比較して何をアウトカムに持ってくるのかというところで決まってきますので、統計解析を正しく選択することができます。それではペコとピコを見ていきましょう。ペコの P とはポピュレーションですね、研究対象者を指します。ペコの E とは暴露、 I とは介入を指します。C とは比較対象群、O とはアウトカムを指します。これは、誰に対して研究に入っている人は誰なのかと、その人たちに対して、研究対象となるような要因は何か、新しいお薬とか新しい治療法とか、新しい主義とかですね、何をしたら、何と比べて結果がどうなったのかというふうに、一つの研究を簡単に一行で説明することが可能になります。そんなの当たり前だろと、誰だってできるよねと思われるかもしれませんけれども、ペコとピコを理解することは本当に、順序だって、理論だって物事を考えるときに非常に有用になります。それではちょっと次の例を見てください。今から2つ例を提示したいと思います。肺がんの患者さんを対象に新薬と標準薬で死亡率を比べたんですと、ね、言われた場合、健常人を対象に喫煙が肺がんの発症率を増加させるかどうか調べたんですと、言われた。はい、パッと聞くと肺がんというキーワードが2つ出てくるんですけれども、例1の方ではですね、研究に入った人というのが全員肺がんの患者さんでしたと。でそういう人からデータを取って、新薬を使った人と標準薬を使った人でアウトカムである死亡率を比べましたよというふうに整理ができると思います。その次、同じ肺がんでもこちらの研究では肺がんはアウトカムになるんですね。なぜかと、取ったデータというのはもともと健康な人からのデータを取りましたよと。でそういう人たちが健康な時に喫煙していたかしていなかったかで分類をして、こう何年か追跡をした結果、どの方が肺がんが発症されたかどうかというところを見ましたよというね、研究なんだなというのが、これで整理されたと思います。肺がんになった患者さんが P なのか肺がんになったというのがアウトカムになるのかによって研究の印象がだいぶ変わってきますよね。それでは、もうちょっと練習をしてみたいと思います。例えば、これはですね、ある医学メディアの海外ジャーナルの、一覧を示したものです。こういう論文が出てますよというふうにこうリストアップされているんですけれども、これをパッと見たときにペコピコが浮かぶでしょうか。ちょっとやってみましょう。例えば、軽症 COVID-19 にイベルメクチンは無効というこのタイトルを見たときに、はいと、はい、対象、研究に入った人たちというのは COVID-19 にかかった人だけども軽症な人ばっかりなんですよねというのが分かりますよね。でその次、はい、イベルメクチンが無効ということは効果がないというのは対象比較群がないと言えないことなので、おそらくイベルメクチンを使った人と使っていない人で何らかのアウトカムを比較したんだなということで、こうパッと見て整理できるかなっていうのをこう練習していただきたいと思います。これができるようになると結構ですね、この論文って読む価値があるのかな、この論文は参考程度にすべきかなと、とかですね、この論文は検証目的なのか、この論文はただただ、記述ですね、データを記述しているだけなのかなみたいなのも分かってくるんですよね。じゃその次ちょっと見てみましょう。プロスポーツ選手の COVID-19 心臓後遺症は稀というタイトルを見たときにピコペコ浮かぶでしょうか。
こんなペコが浮かびます。例えば、P は、COVID-19 の感染した、人たちを対象に、プロスポーツ選手と普通の人を比べて、プロスポーツ選手の方が心臓後遺症が少なかったのかな、なんて思いました。そういうふうに一応頭を準備してですね、実際の研究の詳細を読んでみると、どうなるか見てみたいと思います。さあ読んでみようというところで読むと、こうですね、何を、見つける必要があるかっていうのが分かってるんですね。でこれ日本語なので読みやすいと思うんですけれども、これが全部英語だった場合に、目的、探しているものが何かということを分かりながら読んだ方が非常に整理がつきやすくなります。これ日本語ですけれども読んでみましょう。でこれちょっと読んでいただくと、ちょっと時間を、取って読んでみてください。でそうするとですね、なんだと、これですね、ペコが COVID-19 に感染したプロスポーツ選手だと、ペコの、ポピュレーションですね、ポピュレーションが、このデータとして取った人全員がCOVID に関連したプロスポーツ選手なんだなと。で、比較群がないんですね。これ読むと。で、アウトカムは心臓後遺症。こういうのがこう何パーセントでしたよというのがですね、こんな感じでこう、リストアップされているということで、別に何と何を比較しているわけでもないのかということになりますよね。で、そうすると、COVID-19 に感染したプロスポーツ選手の方の心臓後遺症は稀だったよということが書いてありますけども、COVID に感染した人は別にプロスポーツ選手じゃなくても、健常人でも稀かもねというような形で、まあ別に、ね、何と何を比較したわけではないですよねというのがわかるわけです。そうすると、一応こうやって書かれている、記述されている通りなんだなというところで、参考にはしましょうかと。ただ、ね、こう比較してどうのっていうことはできないんだなというようなことが分かってくるかと思います。どうでしょうか。ペコを抑えると結構いろんなことが、簡単に瞬時で、理解することが可能になるんですね。はい。ここで、ペコを抑える上で、こういうペコだったら研究はやりやすいですよというのをご紹介したいと思います。研究対象となる人たちというのはですね、自分の研究結果を当てはめたい集団ですね、になる必要があります。なので、研究結果を当てはめたい集団から、逆を言うとデータを取ってこないといけないですよということになる。で、イベントの発症を調べるような研究ではですね、イベントが発生する可能性のある集団、アットリスクでないといけないというふうに言われています。例えばと、健康な女性をフォローアップして、どの人が乳がんになるかっていうのを見たい研究でですね、すでに乳がんになって、胸を切除しているような人というのは、他の人と比べて乳がんの発症リスクが違いますよねということで、その人たちは除外にしましょうですとか、これもちろん男性は入れるべきではありませんよねとか、どういう方を研究対象とするかというようなことも分かってきます。で、その次ですね、統計的にはやっぱりですね、アウトカムの頻度というのがある程度担保できないと比較になりませんので、イベントを起こしやすい集団の方が良いとされています。はい。その次、エクスポージャー、暴露ですね、研究対象となる要因ですね。これはですね、例えば、これ群別、暴露ありの人と対象群、ペコの E と C 両方ですけれども、なしの人を群で分けないといけないのかと、あるお薬を使っている人に対して使ってない人ってこう群でやらないといけないんじゃないかみたいなのよく言われるんですけれども、別にこれ群である必要はありません。例えばと、年齢が、ある研究アウトカムに及ぼす影響を見たいというような研究では、別に75歳未満と75歳以上ということで、年齢をグループに分ける必要がなくてですね、もともと連続値として存在するものは解析も連続値として解析していただいた方が、統計的有意差も出やすいですし、得られる情報というのは、多くなりますので、このように、E と C をひとまとめにしてあげてもいいと思います。ね、E と C は群である必要はなく、ね、連続変数として解析をした方が、良いと思います。はい。その次、疫学研究には比較対象群が非常に重要になってきます。
因果推論、なぜかというと、疫学研究というのは、あることをやったら、あることが起こったという因果推論、因果関係を言及したいという時によく使われるものなんですけれども、正しく比較対象を置いているかどうかというところが研究の科学性を見る上で一番大事なポイントになります。比較する集団は、暴露集団と比べて、暴露ありなし以外ではアウトカムを有するリスクが同じ集団であることが必要とされます。これ何を言っているかと言いますと、例えばですね、あるコホート研究で発病後3年目、ここ見てくださいね、発病してから3年の時点で初めて新薬を用いた被験者の方に対して、発病してすぐに既存薬を使い始めてですね、で解析は新薬を使った日から数えて、既存薬を使った日から数えて、何日目にイベントですね、亡くなったかみたいなイベントまでの時間を比べるような研究、これは実は比較群は正しくないと言われています。なぜかというと、この方というのは発病して3年経った方ですね。でこの方は発病してすぐの方ということで、比較する集団はこれですね、暴露ありなし以外で、これですね、新薬を使った使わない以外でアウトカムを有するリスクが同じ集団って書いてありますね。違いますね、これ。発病してから3年の人と発病してすぐの人ではアウトカム、例えば死亡というアウトカムを見ている場合は死亡リスクがすでに違ってきておりますので、こういうふうな研究は世の中あまたありますけれども、良くない研究だとされています。じゃあどういうふうな比較群がいいのかという、こういう比較群を言ってください。例えば発病して3年目にお薬を使った、新薬を使った人には、発病して3年目の時点で新薬を使っていない人をコントロールとしてマッチをさせて、このですね、させて、この方、新薬を使ったこの方が新薬を使ったタイミングで、ここの時点以降の、以降の時間でアウトカムを発症するまでの、時間を、比べるという解析をしてください。これによって発病から3年間というリスクが、この2人の患者さんで同じに、することが可能です。ですので、これですね。もう一回言います。比較する集団は、暴露集団と比べて、暴露がある、新薬を使った、既存薬を使った、暴露ありなし以外では、アウトカムを起こすリスクというのが同じになりますよねと、そういう人たちを比較対象として選んでくださいと、これが非常に重要になります。無作為化試験のエビデンスレベルが最も高いとされるのは、無作為に選ぶことによって、薬がある人とない人と比べてアウトカムを起こすリスクが全く同じように設定できるということで、無作為化試験というのは科学的エビデンスが一番高いとされています。はい、アウトカムについては測定可能かと、特に誰が測定しても正しく測定できるかというのが非常に重要になります。例えば、がんの患者さんを対象にあるお薬を使った場合と使わない場合で、どんな理由でもいいから死亡するまでの時間とか死亡率を比べるような研究って多いと思うんですけれども、どんな死因でもいいからではなくて、がんによって死亡するということを、疾患スペシフィックな死亡率の方がいいんじゃないかなと思われる人多いと思います。ただですね、臨床試験を組むときは、この全死亡っていうね、これよく使われるんですけれども、これはですね、死亡した原因っていうのが、やはりですね、なかなか特定できないという理由で、交通事故で死亡しても死亡とカウントするみたいな全死亡というアウトカムが使われることが多いんですね。その次、選択されたアウトカムはクリニカルクエスチョンを反映しているかどうかというところを、チェックしてください。ただですね、クリニカルクエスチョンを意識するあまり、例えば死亡生存みたいな臨床イベントにこだわってしまうと有意差が出にくくなるという落とし穴があります。ですので、マーカー値のような連続値のアウトカムを用いる方が有意差って出やすいんですね。
臨床的なイベント、クリニカルクエスチョンを、まあ、より反映しているということでいいんですけれども、頻度が低いアウトカムは有意差が出にくいです。ですので、まあ、臨床、クリニカルクエスチョンを反映する上でも、できるだけ日ではなく、死亡製造みたいな日データではなくですね、疾患ありなしとか、出血したしないとか、そういう、2つの数字で表されるものではなく、産地以上のできるだけ細かなデータを取っていただきたいと思います。例えば、生存死亡の間にですね、中間的な、まあ、QOL みたいなもので色付けをして段階的なアウトカムにするとか、または、まあ 日でおかなければいけないんだという場合も、まあ、死亡生存という日変数っていうのは、まあ、100譲ってしょうがないとして、せめてですね、イベントが起こるまでの時間っていうのは使っていただくと、でそれによって統計的有意差が、まあ、少しで安くなったりということがあります。この辺を、まあ、気をつけてですね、研究を組むようにしていただければと思います。まあ、例えばなんですけれども、これですね、死亡アウトカムの落とし穴と私呼んでますけれども、死亡したしないというアウトカム、どれぐらい統計的有意差が出にくいのかと、特に、まあ、それは頻度にも依存しますよというのを見ていただきたいと思います。例えばあるお薬開発した介入治療によってコントロール、その介入治療を受けてない人の死亡率半減しますよというような薬があったとしてもですね、治療法があったとしても、イベント頻度、死亡率が少ないと、統計的有意差を出すためにはこれぐらいたくさん必要になるんですね。頻度が上がってくると必要症例数というのは下がってきます。でただ、まあ、連続値で置くとこれぐらい少なくても統計的有意差って出るようになりますので、やはりですね、この辺も見極めながらペコの O というのを、何をアウトカムにするかというのも決めていただきたいと思います。はい、このセッションは以上になります。